ちゃこんにちは。怪我が多いな。いや今年すごいですよね。やっぱりな、はい、ちょっとざっと上げていって今いいですか。まずこのね、以前この豊さんの動画でも話したのは、6月27日にオリックス の山岡投手が、左、内腹斜筋損傷、まあ脇腹だよね。そうです、そうです、脇腹。で同じく27日には中日の又吉投手が、これも同じです、脇腹ね。そうです、うん、で、7月3日、アルモンテ外野手、これも、左の脇腹です。で9日には柳投手は今度は右の右脇腹、右のお腹の直近の挫傷ということ で、うん、でソフトバンクからは7月7日に長谷川選手が右のやっぱり脇腹の、挫傷、うん、で8日にはマット・ムーア投手が左ふくらはぎの筋損傷で登録外れてます。で7月8日、同じく7月8日にはオリックスの比嘉投手が左の大腿二頭筋の損傷、うん、で7月4日日本ハムの堀投手背中の張りで、5日には西武の金子外野手が、まあ、首痛、これも筋肉系の故障なんですけれども、でもう、戻ってきてますけれども、坂本選手も一時ちょっと戦列。これ何なのかね、要因は。なんかやっぱり一説というか、皆さんちょっと言ってるのは、うん、やっぱりコロナで十分な練習期間が取れてなかったっていう一つがっていうんですけど、まあ、やっぱりさ、本ちゃんと練習では全然力の入れ方が違うっていうことだよね。っていうことですよね。だから俺らでもさ、はい、例えば練習の時に全力でまあスタートの練習をするとするじゃない、はい、まあ 2,3 本ね、うん、それでも汗なんかかかないわけ、はい、でもさ試合の中で1本走ってたらさ、もうそれだけでブワッと汗が出てくるわけよ、はい、だそれだけやっぱこう力の入れ方とかさ、はい、気持ちの入り方っていうのは多分違うと思うんだけど、はい、それがいきなり、まあ、3週間前に発表があって開幕するって、うん、そこから上げてって、うん、やっぱ体が気持ちとかは間に合っても体が間に合ってなかったのかもね。そうですよね。で通常ならばキャンプ張って紅白戦あって、うん、で用意スタート、まあ、オープン戦あってね、オープン戦も、はい、あってっていうところがごっそり一回またゼロに戻っちゃってるんですよ、ね、だから人間ってやっぱり徐々に上げていかなきゃいけないんだなと思ってさ、はい、ですね。例えば練習試合とオープン戦とかもやっぱこう違うと思うんだ、意識が、うん、で無観客で練習試合もやってるでしょ、はい、やっぱお客さんが入るとさ、やっぱ全然力の入れ方って変わってくると思うんだよ、うん、で7月10日からお客さん入れ出したよね、はい、また怪我人が増えるかもわかんない、これ。あ、またそこでまた見られることでさらに気持ちが入ってくるから、あ、こだからちょっと怖いね、はい、だから、うん、その選手のせいではなく、はい、やっぱこうそういうことも経験として覚えておかないとね。そうですよね。で実は同じ現象が韓国のリーグでも起きてるらしいんですよ、うんうん、韓国も多いらしいね、はい、そうなんです。だからやっぱりそのコロナ、やっぱ脇腹っていうのはちょっと気になるよな。多いですね、脇腹。豊さんも脇腹やってるんですね。いや俺1回やったことある。だまあ大体約1ヶ月かかる。結構長いですね。いやこの120試合の中の1ヶ月っていうのはものすごくでかいからね。そうですよね。だから要因とすれば、まあ一説にはユニフォームだとか、そうです、そうです、まあアンダーシャツじゃないかっていうふうなことは言われてるよね、はい、ただね、まあ、確かにそういうことも言えるのかもわからないけど、今ちょっとウエイトばっかりやるでしょ。あ、重視してますよね、うん、はい、それとあとはこういうすごい暑い盛りから入ってるから、うん、まあ、例えば水分量が足りないとかさ、はい、油分が足りなくなってるとかさ、うん、なんかそういう関係性もあるんじゃないかなっていうの気がするよね。確かにそれあるかもしれないですよね、うん、水分が減ってくると足がつりやすいとか、つりやすいとかね、はい、あの筋肉の故障につながるとか、はい、まあいろいろ言われてるけど、まあ春先から始まるとさ、うん、そんなに汗をかかない、でも体は慣れてくる、うん、で汗をかき出す、はい、まあ、体はもう慣れてる、うん、だからそういうのでやっぱりこう時期的なスタートでさ、いろいろあるのかもわかんないね。そうですよね。豊さんが例えば現役の時って、そういう例えば筋筋肉系の故障にならないように、なんか周りからコーチから言われてたこととか、トレーナーから、いや、やっぱこう張った時とかさ、やっぱこう試合にずっと
出続けるわけじゃない、はい、だから筋肉の張りって絶対あるよね、うん、起きてくる。やっぱその手入れだよね、ケア、ケア、いかにこまめにやっとくか、はい、まあ、そういうことを怠るとどうしても怪我にはつながる、うん、で特に始まる時期がやっぱ汗が噴き出すような時期ぐらいから始まってるし、まあ、梅雨時期というさ、なんかこう湿気も伴い、はい、気候も安定しないじゃない、うん、だからそういうのがやっぱダメージとして体に残ってんのかもね。ですね。だからそれはやっぱこう本当に気をつけないと、はい、今シーズンはやっぱこうなんていうの、怪我人を出したところが落ちていくというような、はい、そういう現象にもなりかねないよね。そうですよね。だからスタートダッシュと今年大事なのは、はい、やっぱ故障者をいかに出さないか、はい、だからこれはやっぱ大変なことになると思う。やっぱり故障者を出したチームはやっぱり順位が落ちていってしまう。まあ主力にね怪我が出た場合はね、はいはい、だからどうしても落ちていくような、うん、そんな気はするよね。そうですよね、うん、で今現時点でこうやって故障者が出てるチームっていうのはどうしたらいいんですか。だからまあそれだけ選手の層が厚ければ埋めれるけど、はい、でもそれはやっぱもうチームの力だからね、これは仕方ないよね、うん、待つしかない。そうですよね、うん、これ例えば先発だったりピッチャーがその故障で抜けるのと野手がちょっと抜けるのとどっちの方がチームにとっていや、それはチームがさ野手を多くいい選手を抱えてるチームだったら一人ぐらいいいよみたいな、うん、そういう余裕も生まれるけど、うん、やっぱピッチャーっていうのは各球団つらいよね。ですよね。ああピッチャーはやっぱゲームを作っていくからさ、はい、やっぱピッチャーの故障者っていうのはつらいと思うよ。まあ、過去も怪我人はたくさん出てきてるけどさ、はい、こんなに毎日毎日ではなかったよね。 それも筋肉系の怪我というか、はい、まあ、デッドボールでの骨折とかさ、はい、デッドボールの打撲で出れないとかさ、はい、まあ、不可抗力で出れない場合はあったけど、うん、こんなに毎日毎日筋肉系の怪我っていうのはちょっとなかったね、過去ね。そんなに俺は記憶してない。そうですよね、うん、もしかするとだからユタさんおっしゃったようにこれからも暑い夏がやってきた時にさらに例えば故障者増えていくんじゃないかとか、まあ、9月10月でよしこれ最後の爪だっていう時にちょっと疲れが出てきたりとか、うん、そうだね、そういうのでまたね出かねないと。いやだから一番大事なのはやっぱまあコロナの対策もあるけど、はい、やっぱそういうトラブルを避けるために毎日その体のケアチェック、はい、これはやっぱこうこと細かにやっといた方がいいよね。これ怪我人出したら本当落ちていくよ。あとはねウエイトがどうなんだろうね。どう、まあ、確かにウエイトは大事な練習の一環だとは思うけど、はい、ちょっと考えた方がいいね。出る箇所がさ、はい、だいぶ固定決まってるというかさ、そうなんですね、両脇腹のどっちかに出てくるわけでしょ、はいはい、だからここら辺をちょっとやっぱちゃんとチェックして、はい、やった方がいいよね。そうですよね。そこら辺はトレーナーの方もちょっとでもなかなか難しいんだよ。俺もやった時あれちょっと違和感あるなと思いながら、はい、これ何かなと思って打った瞬間にもうダメだったからね。次すぐなんですね。すぐなんだ。そっか、弱いところなんだよね多分。ああそっか。でもここってねなんかちょっとずつ痛くなってくるじゃなくて、あなんかちょっとピリッとくるんだよね。もうそれがもうそれあれおかしいなって、はい、初めての時はさ、はい、あれこれちょっとなんか違和感あるけどでも普通にしてたら全然痛くないからさ、振ったらってことですか。で次の球パッと打ったら、うん、あれだダメだと思って、もうそっからもうダメだよ1ヶ月。だから難しいんだよ選手も。前兆がないかもしれない。前兆がない。まあ例えばふくらはぎとかだったらさ、はい、あちょっと張ってんなとか思うじゃない、はい、で見せるとこれちょっと張ってるから、うん、ちょっとランニングちょっと落としとけとか、はい、指示はできるんだけど、うん、脇腹っていうのは突発的なことだからなかなか難しいよこれ。うわだからもう選手も気にかけてももうそうなっちゃうってこと、ね、あれって思った時にはもうやめといた方がいいんですね、うん、その方が早い。もう早め早めのうちにっていうことですね。じゃあもう今シーズンはより気をつけてトレーナーの方たちもちょっとね、ねえねえ気を配ってっていう気を配ってい、いや本当にはいしていただきたいです。